はい、引き続きパート3やっていきますよ。山岸のおじいちゃんを探しに行ってきます。あともう日が暮れてるからね、急がないと。いや、どうなんだろうな。メリハリのある実況ができる気がしないな。初めて見たはいいけれども、これもしかしたらお蔵入りかもしれない。ここまで来てこのシリーズお蔵入りあるかもしれないね。はっきり言って進まない。これはもう飼育バーとかで飛ばしたくなっちゃうような動画ですね。残念ながら飛ばしてくれるならまだいいな。ブラウザバックでも引き返すレベルだよ。井上、覚えられるわけない。こんな表札いっぱいあって覚えられるわけないよ。表札いっぱいっていうか、その一つ一つの住人にちゃんとこう名前がついていて、木村トントン。外出中かな。基本的にないよね、昼日中に。このシェンムー世界において昼日中に家にいないよね。山岸のおじいさんどこにいますか。とりあえず誰がどこにいるのかだけ把握したいね。こればっかりはもう自分で作るか、マップでも。公衆衛生のとこにいるおばさんだな。こういう人なんか、こいつらに一応来てみるか話を。三島さん。あら、りょうちゃん。事件の日、黒い服の男を見ませんでした。思ってそうですよ。え、黒い服見なかったわね。そうか。じゃあ何か変わったこさあ、これといい、何でもいいんです。ごめんなさいね、あの日は天気が悪かったから。スミヤのおばさんには聞いてみたの。そうですか。今度はスミヤのおばさんっていう人に。あら、りょうちゃん。近藤さん。事件の日、黒い服の男。事件の日、見て。そうですか。あの日別に、この辺のことはスミヤさんに聞くといいわよ。スミヤさんはどこにいるんですか。何のヒントも与えられなかったな。安倍翔って、ね、巨人の4番じゃないの、キャッチャー。2000本安打を最近達成したキャッチャーですね。故障中、ハラロ。ガチャガチャ。1回100円か。ガチャできるんですね。ちょっとやっていくか。やっていかないよ、普通の人は。こんな子供が商店の前にいるというのに、こんないい大人が。ガチャガチャ。お、サイコロだ。何かと役に立ちそう。あっ、察し。これなんか集めたこといいことあったりする。続けてみるか。いや、続けませんし。やっぱりやめよう。そう。潔さも大事。お、あんた誰？よ。あ、お兄ちゃん。はい。サッカーよ。ごめん。やらねえよ、サッカーは。君らちょっと。いや。お、兄ちゃん、一緒に遊ん。また今度。ここの町のガキども遊べとしか言わない。直行。よ。お、なんか写真で。いいか。写真で見たやつじゃないか、こいつは。もう大丈夫なのか。ああ。黒い服。そうか。誰か。黒い服中。あ、桜ヶ丘の公衆電話の横の空き地で。そいつだったらもう話したぞ。そうだな。黒い服の男のことだけど、桜がよく聞いてみるよ。じゃあな。これさ、メッセージスキップした方が圧倒的にいいよな。そうじゃないと、時間の経過が。おい、おばさんたち。近藤さん、誰かあの日のことで。スミヤさんに最近ね。そうですか。メガネを新調したってのは入ってないな。めっちゃ今早口だった。誰かスミヤさんに聞いてごらんなさい。お昼前なら多分いるわよ。お昼前にお掃除してるらしいよ。いやお使い芸なんてもんじゃないよな。あ、山口って書いてある。今見えた。ほら、おじいさん見えたし、一瞬だったけど、もう一回やろう。ゲームの進行上大切なところな気がする。はい、山岸って書いてある。見えるかな、はい、山岸。よし、山岸のおじいちゃんに話を聞いてみましょう。伺ってみましょう。い。山岸さん。おお、りょうくんか。腰の方は、なんか覚えがあるか。ああ、かなり良くなったが、なぜそれを。
なぜ車に跳ねられそうになったって近所で聞きました。このじいさんになんか技を教えてもらったような気がする。しかしとんでもないやつじゃった。その時のことを聞かせてください。うん、うん、桜ヶ丘公園の角を猛スピードブ板の方へ。黒い車、ナンバーとかは？ナンバーとかは何しろあの深くにも転んでしまって。そうですか。あ、それだけ。黒い車はドブ板のひょっとしたら。わかりました、行ってみます。つまりドブ板に行く。黒い車は商店街の方へ。ドブ板なら。わかりました、行ってみます。何回も聞くことでヒントもらえるのかな。しつこいけど、ドブ板あっちだったような気もするけど、別の行き方もできるような気がする。がまあとりあえず今日はここら辺にしとくか。これ以上なんかあまり進みすぎるのも良くない。西だ。日が暮れている、日が暮れている。これは誰？田島。誰、みんなその家があるからさ、その夜になったら帰ってくんじゃねえかなっていう気は。伊藤直行っていう人の上の名前が伊藤でいいのかな。直行よ、バイク乗ってるし。今いいか。ああ、あの日黒い、そうか、黒い車中。じゃあな。じゃあな。黒い車のしか龍、明らかに中国系の名前の人がいる。明らかかどうかは赤坂、うん、関係なさそうだな。で、町の構造は三井かな。三井、はい。いやー、これ全部覚えて回るのは山本。これは全部見て覚えるのは、あ、人に話野村さん。ああ、よくマウスカーソルも使っていきたい。事件の日なんですが、あんまり使うことない。黒い車を見ませんでしたか。仕事してりゃ何台も見っけど、どういう車だい。それはちょっと黒い車となると。そうですか。確かに、確かにな。せめてその車がどういう車だったのかぐらいは。岩田、インシュリン落ちながら投げているな、この岩田。きっと甲子園のマウンドでインシュリンかどうかもしれない。糖尿病の薬を。この、お、誰か人がいる。人が二人いる。アベックだ、アベック。アベックと。三島。あら、ハチキ君。何？事件の日の黒い車が。どうしてし。めぐみちゃんに聞いた。ほう。残ったら、ごめんね。ごめんね。最近あちこちで猫の話してるらしくて。いや、いいんだ。詳しく聞かせて。猫じゃなくて、車のことな。ああ。そう。ごめん。そうか。こういう黒い車のことだよ。ごめんね。ヒントもらえるのかな。力にな。いいんだ。いいんだ。なんかストーキングモードみたいなのなかったっけ？こう、確かこう。うん。こう、視点を合わせていくと、ついてはいけないか。こういうふうにして。違うな。でもこの三島って人確かあれだよな、おばさんも三島さんだったよな。この辺にいた人はもういない。ついていったら家まで案内してくれるのかな。ここじゃん。入れてくれ入れてくれ、俺も入れてくれ、その家。今入ったからいるよな。 いないみたいだな。いや、いるって。ちょっと留守かな。いるはず。いないみたいだな。いるって。もうここの町の人ほとんどあれか、いるすか。さては人帰ったら、あの電気ついたりすんのかな。おっと、夜だ、夜。街灯に電気が灯っています。1986年ってこんな感じなのかね。
暗いね。何か怪しいね、この三島家は。外出中だな。7時になったら暗くなるんだね。ドブ坂に行けと、まずは。こっちの方は何があったんだっけかな。あ、人がいる。ここも竜だ。いないみたいだな。いるじゃん、電気ついてるじゃん。どこに行けばいいんだ。うい、一軒ぐらいこのノックが成功してほしいよな。誰か出てこんのか。留守かな。もうこの狭いコミュニティの中ではさ、こうやってノックマンになっているのはある程度その話題になっているような人な。あ、葉月さんとこのりょうくんがいろんな家のところノックして回ってるから気をつけてくださいねみたいな、もう噂が立てられてるような、ここまで来るとな。まあ行こうか。お、なんか倒れてる人がいる。どうした？どうした、おっちゃん。大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫。本当に大丈夫ですか？大丈夫だって。全然大丈夫じゃないんですけど。今日はナナちゃんのとこにしよっかな。全然大丈夫じゃないんですけど。ママ、待っててね。もうええわ。置いていく。冬だろ、冬。危ねえと思うよ、急性アル中とか。あ、店が閉まってる。おばさん。あんたって子はほんといつも元気。鼻垂れに。もう鼻。はい。話ができない。話ができない。よし、ちょっとドブ板まで行ってきます。確かこっちからドブ板に行けたっす。街の構造は覚えてるんだけどね、ストーリーの流れはもう全然覚えてないね。ドブ坂、ドブ板、坂じゃない、板だった。ドブ板。いやー、雰囲気暗いもの。昔の日本はこうだったんでしょうか。ノックできない。ここもノックできたりないな。どんどん行こう。スズメ公園、人気がない。全体的に雰囲気暗いよな。ゲーセンがある。ここに繋がるのか。もう閉まってるね。お、ここでなら練習できそうだけど。そうだ、練習ができたはず。練習してみるか。謎練習ができたはず。まあ怠けたら腕が鈍るからな。お見せしましょう、腕を。つまらなすぎるか、これ。基本的に X ボタンと A ボタンを押してます。 B ボタンを押すと投げが入るけど、一人で投げの練習ができるわけもなく、これかわす、かわす動き、走る。一応これで、なんだっけ、ちょっと待って、出し方を教えてくれ。出し方を、Bボタンかな。 B ボタン戻るか、これか。X ボタンで技の解、あれだね、解説。不親切すぎませんか。こんなとこか。あ、もう一回ちょっと。不親切すぎる。R で登録できるっていうのは分かるんだけど、
技の、あ、そうか。ちょっとバカでした。ここに書いてあるね、前拳で、リモン長中、登り菱、後ろ拳。これは剣愛、あ、だから拳と足を同時に、つまり X と A ボタンを同時に押すとこの大車が出ると。前拳こうするとこれが出ると。違う。出ない。これか。ずっと出てほしいもんだな。面白いんだけどな。面白いんだけど地味すぎるな。あれやればやるほど確かあの技が強くなった気がするけど。後ろ後ろパンチとキック同時押しみたいなね。まあいいでしょう。面白いんだけど、あんまりこれをお見せしてもね、退屈でしょう。面白いな、これ俺ばかりって感じだな。さあ帰った方がいいのかな。なんか門限があったような気がするが、門限が、お、可愛いチャンネルがいる。ちょっといいかな。悪いけど私男の人って苦手なの。やたら凛しかった。声かけるなら他の子にして。やたら凛しい。クリタ怪しい。トム、はい、リョウ来たよ。リョウのファーザーのこと、ファーザーのこと、トムのスペシャルドッグ食べて元気出すねん。ありがとう。今度もらうよ。それよりもあの日、それよりも何か変わったことはなかったかな。No, nothing. そうか。Okay. トム。Hey, Tom の手作りピクルス。ああ。食べていってやれよ。食べていって言って食べていかないんですか。しかも勝手にその BGM 変えちゃうっていう。わけわからん。ハニーさん。ハニーさん。はい。あの事件の黒い車？風邪ひいて休んでた。トムがお店やっ。そうですか。なんかトムは何か知ってそうな感じだったけどな。はぐらかされちまったよ。なんかありそう。何もない。これを。例えばこれとかをさ。例えばこれとかをしっかり覚えておいた方がいいんだろうな。望月荘ってのがあそこにあって、間があそこにあって、ロシアがあって、服部スポーツ、岡山ハイツ、満腹剣とね。いやあ、もう9時だ。そろそろ帰ろう。帰ります。トマトマートって名前じゃなかった。トマト。おいな、覚えてますね。何十年ぶりっちゅうても意外に記憶が残ってる。トマト、この街を。お、原崎だ。原崎。葉月くん、少し落ち着いた？原崎はまあまあ可愛いよな。ああ。私にできることがあったら何でも言ってね。ああ。塩対応。あの日、黒い車を見なかったか？黒い車。ああ、この辺じゃあまり見かけない車だ。あ、私、それらしい。本当か。ええ。乗ってたやつを見たか。うん、そこまでは。あ、でもトムさんが黒い車の人と言い合いになったって噂を聞いたわ。トムってホットドッグ屋の。そう。いや、じゃあまた。和樹くん。うん？元気出してね。ああ、それじゃ。こんな寒い日にさ、寒そうな日にさ、このミニスカっぷりを。この人特に働いてるわけでもないな。まさに看板娘。あ、そうか。あれ、原崎だろ。間って名前じゃないよ。しかも見てくれ、この閉店時間。ただのこんな花屋さんなのに閉店時間10時30分、遅い。ちょっとまあとりあえずあのトムさんがね、嘘ついてるっぽいからね、ちょっと質問しに行ってくる。
少々処理落ちしてるかな。トム。トム。Hey, Rio! なんか隠してるだろ。黒服の奴らのことを教えてくれ。What? What? 原崎に聞いたんだ。あの日、黒い車と揉めた。ちゃんと話が進行している。No, no. 詰まってる。覚えてないね。親父を殺した連中かもしれないんだ。詰まってる。Father? Father? Ryo no? Ryo? 頼む。どんなことでもいい。OK! 話すよ。あっさりと。乗っていたのは、どんな奴だった。見かけない服の男、座ってたね。乱定だな。どんな服だ。緑色の服だ。ディープグリーン。おう。ベルベットタイプで。ベルベットタイプでいい。チャイニーズが着るような服よ。服よ。乱定だ。乱定だ。何があったんだ。何があったんだ。お客さん、ぶつかりそうになって、文句言ったね。でも、すごい目で睨まれて。あんなクールな先は初めてよ。奴らのことで面白いな。覚えてるけど。シェムは No! チャイニーズのことはチャイニーズに聞くね。面白いな。シェムは中国人に言っていこう。知り合いはいないか。 Sorry! Nothing! こういう話をしてるときに完全に聞いちゃダメなんだよな。多分実況っつうのはチャイニーズの客クールね。せっかく文章がちゃんと出てるんだから。チャイニーズ調べてみるよ。あ、世界旅行者またここに来るね。ああ、ヒントをいただきました。トムは乱闘を見ていた。中国人から情報を集めようと。そんなサクサク進めていいんかな。 あ営業時間8時までだ。やってないみたいだな。てかもう10時じゃん。帰ろう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 。なんかちゃんと帰れんかったらちゃんと帰れんかったら なんかこの酔っ払ったおっさんがおる。ちゃんと帰れんかったらペナルティーがあったような気がするんだけど、あんまり早く起きられんとかな。とりあえずお家に帰ろう。淡々と走ってます。あ、そうかそうかそうか、お家に帰ろうじゃねえよ。時間が、あ、まあ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 時間がね、あんまりもう、20分っていう区切りでやろうとしてるのにも23分とか近づいてるんでね、早速守れてない。10時2分。いやー、ここ11時までには帰った方がいいな。高校生だったよな、確か。葉月亮は20歳にはなって18ぐらいやったな気がする。確かしかし一人で帰ろう。あまりこんな遅くまで歩いていっちゃいけない。変わると強制的に返せられるんだったかな。あまり覚えてないな。うん、あ、猫が。とりあえず猫撫でて帰ろう。猫撫でて帰ろう。よしよし、撫でる。ほら気持ちいいだろ。眺める。何の時間なんだ。呼ぶ。寒くないか。あ、じゃあまたな。なんかミルクやれなかったかな。なんかミルクとか持ってたらやれたような気がするんだが、さあ次回やりましょう。猫慣れたし帰ろう。うおー帰るぞ。よし、1日目終わり。動画3本を費やしやっと1日目が終わった。この動画は長いぞ。どういう方向性で実況していいのかもまだ定まってないね。全然定まってない。20分で肩をつけたいのにもう早速24分。あ、これ割とね動いてるからね、動画の画質とか考えたらあんまり伸ばさない方がね維持できると思うんだよ、クオリティはね。怪しいな。怪しいな。おかえりなさい、リオさん。怖い。ああ、ただいま。遅いので心配しておりました。怖いじゃねえよ。大丈夫だよ。
11時までには帰れば。11時までには帰ればいいか。あまり口うるさいことは言いたくありませんが、はいはい、ああ分かってる。許された。11時までに帰ったから OK? OK なようだね。明日にするか。何が明日にするかだろうか。よし、お家に帰りますよ。セーブしてと。お家にてかもう、記録セーブ。はい、長えな。セーブが長いな。セーブ画面が長い。ララ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 、長い。てれれん、あれ、せや、気づかんかったけど、ここも開けられるんだな。靴下、まあいいや、時間がねえんだ。次回にしましょうか。とりあえず、あの、寝るをして寝るをしておしまいにしましょう。ほいでは、パート3でした。ちょ、26分になったんでね、ちゃんとした動画のクオリティを維持できるかどうかわかんないですけど、画質というか、まあまあまあこんなところですね。あまり、今回何があったかな。ドブ板まで行ったっていう感じでいいかな。荒崎に会って、トムの話も聞いてという、まあまあまあ進みました。はい、じゃあ寝るということで、パート3でした。ほなまた。